このままじゃやばいな。とりあえず本読もう。ストレスフリーな人の定義。日々のストレスをゼロにすることがストレスフリーなのではありません。昼間にバリバリと働き、ストレスが多くてもちゃんと夜にリセットして解消していく。そのようにストレスと上手な付き合い方ができ、ストレスを溜め込まない人のこと。勘違いしてた。これでいいかな。さっきね、公園でいろいろ話そうと思ったんですけど、めちゃくちゃ喋っちゃって素材がね20分になっちゃったんで、もう家に帰って撮り直します。公園に行ったのはね、家のね同居人を起こさないように行ったんですけど、もう朝6時なんで大丈夫でしょう。無職になって1年の心境の変化なんですけども、まずね、無職になった決断はすごい良かったと思います。無職になって良かったことは、自由な時間が増えて、プラスね、なんかやりたいことがやれたり、人間関係が少なくなってね、自分にとってはね、気軽になれたってところですね。逆にね、無職になって失ったものってのもいっぱいあって、まずは安定収入ですね。悪い意味でも捉えられて、人間関係ですね。あとは責任感、社会貢献っていうのが、まあ、できてる実感がないんで、それが自分にとって、失ったものではあるんですけども、それを差し引いても今の退職して無職になった決断、今は夜勤バイトしてますけど、その決断間違ってないなって思っています。でですね、今日ねなぜ Vlog じゃなくて近況報告動画を出したかっていうと、6時間前の夜中12時にねすごい虚無感に襲われて、でですね、いろいろ書き殴ったりとか本を読んだりして、今心が落ち着いた状態になっていますね。今回は Vlog じゃなくて近況報告動画をね急遽出すことにしました。なぜ虚無感に襲われたかっていうとですね、僕が無職になってから自分って成長してるのかなって思ったんですよね。まあ、成長はもうマイペースでいいと思うんですけど、自分できてるかなって思って、結論ね、まあ、できてはいたなって思ったんですけども、なんかもうちょっとね自分がね目指す楽な生活にね、ほんと真面目に取り組もうかなって思って、で真面目に取り組むためにはね、自分のこの YouTube のねことであったり、YouTube つっても、もう一つのチャンネルの方ですね。今ですね、登録者がね、1000人を超えて、総再生時間4000時間を超えたんで、収益のね、条件は達成してるんですけども、その収益、自分のチャンネルがね、健全なチャンネルかっていうのをね、YouTube 側が承認する時間があって、それがですね、1ヶ月かかるんですよ。もうね、その時点でね、ちょっと自分がやる気を失ってしまってね、ここね、2日3日ぐらい、そっちのチャンネルの方の動画をね、更新できてなかったんですけどね。さっきやっとね、更新しました。復活したっていう感じなんですよね。本当にね、6時間前まではすごい虚無感に襲われててね、もう3日間ぐらいね、何もやる気が起きなかったので、このタイミングでね、近況報告動画出さないと、だから自分のね、これからの行動とかがね、どんどん悪い方向に行っていく気がしたんでね、急遽、今ね、撮影してるっていう感じですね。で、これはですね、さっき公園に行った時に買ったジャンプですね。説明がね、遅くなりました。それでですね、無職になって1年の心境の変化としては、まあ、決断は良かったというところなんですけども、もうちょっと、ね、楽に生きるために、例えばね、最近だったら固定費を減らすとかね、やってたんですけども、もうちょっとそれもね、いろいろ調べてね、もっと減らせるようにとか、YouTube の収益化とかもですね、まあ、ちゃんと僕は真面目にやってたつもりなんですけど、もうちょっとね、自分にカツを入れてね、やっていこうとか、っていうことですね。ただですね、僕は退職した理由は労務時間が異常だったっていうのと、それによっての睡眠不足、あと人間関係のストレスなんでね、ここはね自分で同じ鉄を踏まないようにね、無理なく続けるための仕組み化を作るとか、睡眠時間を確保するために決まった時間に寝るとか、
っていうためにはね、夜勤バイトもいつか辞めなきゃいけないとかね、まあなんかいろいろね考えてましたね。でやっぱりこれからは僕はお金について収益化とかっていうのを真面目に取り組んでいこうかなっていうのと、あと健康ですね。僕運動習慣がついてきたんですけど、食事の習慣はね、まあね、悪い一方で体重がなかなか減ってないんで、ここもね、なんかコンテンツとして何か出せたらなって思ってます。やっぱりストレス売りっていうのは、健康でいて、安定収入があって、人間関係とかのストレスが少ない。ここがね、やっぱ僕の楽に生きるっていうね、テーマを達成するためのね、なんか必須条件ですね。なんで、そのためにね、もうちょっとね、しっかり自分で考えてね、行動できたらなと思いますね。そういうことを考えずにね、なんかこう、ただ作業をするっていうだけでね、今まで生活してたので、なんかそれで虚無感に襲われたんだと思います。小声になって申し訳ないんですけども、本当にね、さっきまで虚無感に襲われててね、なんかこのままじゃやばいなって思ったんで、いろいろこう書き殴ったりね、動画編集したりしたら、なんかちょっとはスッキリしたんでね、今もね、この気持ちをね、動画にしようと思って、後で、まもなくね、アップしていこうと思います。ということでね、無職 Vlog は、だいぶ先にね、アップすることになると思うんですけど、その間になんかまた別の動画とか出せたらと思っているんで、今後ともね、無職の人や、今仕事してない人、転職を考えている人とか、今社畜で大変な人とかね、いたら、僕もね、同じ境遇をね、経験したりね、今現時点で同じ境遇だったりするんで、なんか共感共有できたらなって思いますね。はい、本当に思います。ですね、皆さんね、コメントくださってる方もね、何人かいらっしゃって、もう本当に結構、本当にね、励みになってますし、なんか僕もね、そのコメントから勉強することも多いです。厳しいコメントもね、優しいコメントもね、あって、本当にね、嬉しいですね。これを、このコメントをね、人生の糧にして、で、もうちょっとね、無理せずにね、マイペースではいるんですけども、一つ一つの行動がね、なんかこう、楽なね、生活を、ライフスタイルをね、目指すためにつながる行動になってることをね、なってる割合をね、増やしていけたらなと思ってます。すいません。早口ですいません。小声ですいません。もしかしたらね、同居人が聞いててね、気まずいんで、もうちょっとこの程度にしようと思います。じゃあね、聞いてくれてありがとうございます、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、失礼します。僕はこれから寝ます。おやすみなさい。じゃあね。